でもちょっと同期のあれで特権で言ったらいけたっけ。そんなん無理。うん、絶対チーム出てなあかんかった気がする。じゃあ無理やん。だから最後の曲を3人で歌わせてもらおう。のすけありがとうございます。すいません落ちました。ありがとうございます。ヘーゼルナッツありがとうございます。キュウイシンありがとうございます。ハチマツヤありがとうございます。ナナイナオちゃんありがとうございます。ヨグイユナちゃんありがとうございます。コイフットチありがとうございます。ヤオイレナちゃんありがとうございます。サイミワッチありがとうございます。ニギョウスケありがとうございます。イチイ京都のエジありがとうございました。帰ります。はい、しゃあないな。はい、バイバーイ。衣装こんな感じです。いつも見てるから。衣装こんな感じです。いつも見てます。衣装はこんな感じです、はい、はい、今日もレッスン着こんな感じです。でした。じゃあね、バイバーイ。よいしょ、シンシンとバトンタッチしてきました。こちらです。いきなり落ちた。いきなりホーム画面に戻ったんです、携帯の。怖い。最近めっちゃある。 DMM 配信見ててもピッて落ちちゃう時あるんです、私の携帯。何が原因なんやろ。容量重いかな。怖い。いやいや、いきなり携帯バーンとか言ったらどうしよう。こんにちは。まあそんなこんなでなんとか続けられてるので。寒い、この劇場ほんまに。ほら、買い替え。でもこの14、私多分来年の1月で2年経つか。契約切れたら16とかにしようかな。17いつ出るやろ。16やわ今。寒い、外は暑いよね。うん、そう、今日はお化粧一番だったのでバッチリです。 iPhone16 ね、欲しいけど。カメラ機能が変わったらやっぱ欲しいな。やっぱいい動画撮りたいじゃないですか。うん、キャッシュの容量、16高いって言うよね。やだ、高いのやだ。寒い。日比谷まで1週間決め、もう私今回大好きかも。流れドンピシャ、あと演出も大好きな感じでな感じです。そんな感じです。今回東京は私が好きな感じです。あ、やめようほうなん。あ、それはちょっと悲しいな。結構日比谷滑ったイメージあんねんな。あ、みたいに緊張する。緊張してました。緊張してましたよ、みた。そう、無事決まりました、セットリスト。ドンピシャなセットリストが結構好きな、好きかも。うん、流れが好き、本当に。演出も好きだし、うん、感じですね今は。あとはファンの方がどう思うかな。は、周年もぜひね、すぐ10月にあるので。そう、北県が滑ってた記憶がありますね。はい、今年はチャリではいかんかもな。アミタン、私の TikTok 見てくれてる、嬉しい、嬉しいですわ。もうやばいんです。またストック、あのやっぱライブ期間に向けて、一応ね、グルメアイドルなんですけど、一応体型絞る期間にいつも入るんですよ。そうするとストックがなくてなくて大変でした。が昨日もマーラータン食べに行きました。またいいマーラータンがまた見つけられました。ナンバなのでね、早くちょっと明日か明後日に編集してあげれたら。やっぱりマーラータンはね、春雨だから、むくむけど好きですね。東京の時は私ユニットはあれ、僕だけの君でいてほしいやってました。
マラトン美味しいお店教えてほしい、みんなに。なるべく南で、ナンバがいい。やっぱちょっとナンバに強い女になりたいなって、ナンバ出身のアイドルとしてね。やっぱ梅田とかももちろんあげるんですけど、他の場所もやっぱナンバのグルメといったら出口良いなって思ってもらえるぐらい、ナンバのご飯を今年は食べ尽くすことが目標なので、まあ、でも他のところも教えてほしい、もちろん穴場。そうなんです。芋煮会見芋煮ありがとう、見てくれて。他のところもぜひ教えてくださいね。そう、はるかと同じユニットやった。そう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 、懐かしいですわ。ピクロおじさんと午後1時ね。いや、ワテラーの今日の夜の公演やばそうですよ。ちょっと聞いたんですけど、めっちゃ面白そうでした。見たい、早く。イベントの服は決めました。X の方に載せてるし、昨日も買いました。ジャケット買ったし、あとまあこれは私服できるから、ベロア生地のタンクトップとかも買いました。昨日少しお買い物行きました。楽しみやな、イベントも。コーヒーの美味しいお店、うわー、ずーっとスタバしか飲んでないからちょっと豆まではまだ分かんないですね。今日はブラックティーにホワイトモカシロップ追加できました。甘めのミルクティーになるし美味しいです。イベントもぜひまた遊びに来てください。今回は現地は千葉、神戸、愛知、いつもとは違う場所行けるのも嬉しいしね。え6期生、そうね、残り2人か。なんかここすごいですね。なんか私残り2人になると思ってなかったな。不思議なものですね、本当に。カスタムね、昨日も焼き芋フラペチーノが美味しすぎて、めちゃくちゃフラペチーノ全部飲みきれないんですけど、いつもの2回飲みました。卒業するとき私多分言うな、言いますね。私はメンバーに内緒にはしないです。ねえ、卒業公演、まあ、セレモニーは出たよね、やっぱり。まあ、出れなくても行くんですけど押しかけはするんですけどはい。シリー卒業するの誰にも言わないと思って。そっか、まあ言ってくれそうやけどな、私には。最後の一人ね、どっちになるでしょう。まあでもそれはね、言うようないは自分の感覚というか、言いたくない人も絶対いるし、私は多分言うってだけで。確かに予想はしたくないよね。まあ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 、押せる時に押せってやつですね。はい、そういうことです。はるかの時は聞いてたかな、まあ、大体分かってるんですよね。いつ発表するかが分かってないぐらいかな。あとは最近はかな、この同期ぐらいになるとね。聞いてた気がする。あれ聞いてた、聞いてたよ多分。多分どうやったっけな、ちょっとあんま覚えてないかも。
そんな感じですね。まあ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 。ね、イノンビビキュー。こんにちは。お、握手券嬉しい。私相談されて引き止めたことないですね。はい。なんか、え、これ多分賛否両論あると思うんですけど、聞いてとりあえず納得して卒業するメリットとデメリットを一回なんか提案して、それであと決めたらみたいな感じかも。いつも否定はしないかも。そうだって、その人が考えて考えてさ出した答えですよ。うん、なんかメンバーだけど、うん、ごちゃごちゃいいっていうかなやろな、難しいねんけど、引き止めるほどのその人たちの覚悟を否定はできないよね。うん、もちろんもっといたらこういうことができると思うよとか、ああいうことができるんじゃないとか言うけど、卒業したらこういうこともできるんじゃないとかも言うけど、どっちの選択も否定はしたくないなとはいつも思いますね。はい、プレゼンサータイプです。そうですね。うん。基本行動するときそういうタイプかも。一旦メリットとデメリットを考えて、そのデメリットを受けてでもそっちの道を選びたいって思ったら私は行動するかな。うん。かな。うん。私基本物事に全部否定しないですね。否定って何ですか。うん、否定、うん、だってみんな考え方違うからね。その人たちが幸せに生きれるような選択をしてくれるのが一番だと思ってます。哲学でも楽しい。こういうの考えたのに、私否定って何答えのないものを討論し合うの大好き。そうそう、言っちゃね、考えるんです。なんかさ、私がやってる大学の授業が結構ネガティブなことを学んでるんですけど、そういう時になんかそれこそ誹謗中傷とか出てくるんですよ。誹謗中傷って何やろうなとかめっちゃ考えるの結構楽しいです。そうそう、そうね、懐かしい。ラビの一人組とかやってたな。もうでも全部は消さないかも。あれもあれで思い出。一回ハッシュタグ調べて消そうかなとか思ったけど恥ずかしくて。でもあれもあれで多分何年後かにもう一回見返してもその時自分が思った感情じゃないですか。あれはあれでおもろいなと思って、あれも結局多分消さない。多分何年何十年後ずっとあれ見て笑ってるんだと思います。私いいよね。いや、そう思うとやっぱさ、日記とかつけといたらよかったなってめっちゃ思うんですよね。あ、今その時自分どう思ってたんやろうとか、なんか子供っぽい考え方してても今は違う考え方してるから、あ、成長できたやなとかわかるじゃないですか。日記つけとけばよかった。でも続かないんです日記。一回つけたことあるけど、マジで三日坊主。え、わかる。過去、え、たまに私やりますよ。ハッシュタグウィンクでやります。昔のやつ見たりする。あ、書いてない。書くか。
シンシンに強制遊びに行こうって。そうです。これじゃないやろ。違う。これじゃないやろ。ロッキー会もね、すぐするんです。いつする？ロッキー会。ほんまに。いつ空いてるやろでも今。え、ないねん。そろそろじゃあ終わろうかな。日本パシリ。はるちゃん呼ぼうよ。やってはるちゃんね。はるちゃん空いてるかな。はるちゃんなんか言ったことないけど私。はるちゃん空いてるかな。あれあのダーリッチの、そういつもね3人で遊ぶとき1回出勤表見てな、やんねんな。そうなんです。ロッキー会結構してますよ。あのそうそう、じゃあランキング見ますね。13位ケイタン、12位コジー、11位ベオ、10位ユウ、8位ヨネ、あ、じゃあ9位ヨネ、8位カッチャン、7位マミ、6位カニ、5位がルートくん、4位がおしりフリフリおじちゃん、おじちちゃん。3位が野原しんのすけのすけ、2位がダメマーボー、1位が峠さんでした。一応峠さん、皆さんありがとうございました。では14時から声は突然、声は突然じゃない、うえー14時から僕のあはる声、最近ポストで声を突然やってくる声のリバイバルしてほしいっていうさ、やつめっちゃ回ってくるからさ、ずーさいちょっと久しぶりに出てきしまいました。あ、僕のあはる声ですね。本日はぜひぜひ、見てください。今日はどんな公演ですか。今日は、うん、お昼だけなんで、うん、ちょっと元気やな、みんな。そうね、元気いっぱい、元気いっぱい、ぜひ、夜はねワテラもありますから。青春を感じて、めっちゃおもろそうやった。そう、青春感じつつお姉さんたちの面白いところもぜひ見てくれ、見る一日にしてください。ではでは、ありがとうございました。